じゃあ伊藤純也さんの話でまた LINE を読みますね。まあ、昨日いただいた、まあ、僕が動画にした中に D スポーツのがなぜ伊藤純也さんに請求するかっていう、ね、話をしたんですけど、それのオフレコの部分とかについて、その方から連絡が、その方から LINE ですかね。オフレコの部分は何の根拠もない妄想みたいなものです、笑いと。でもね、妄想でいいと思うんですよ。僕も妄想なんで。基本的に皆さん妄想でくれてますから。ただ X の声は、虚偽告訴、週刊誌掲載の一要因となった過失責任は否定されないと思います。私が B 子の生命を心配したと書いてあるのは、そこの方は B 子の生命を心配って書いてたんですよね。で、A 子は、性被害を受けている間は意識がなかったと言い、B 子からの目撃情報を聞いたことで性被害を認識したという、そういう意味で A 子の被害申告は B 子の証言に支えられている。また、残されている音声データは B 子のもので、この事件の鍵となる人物は B 子と考えています。A 子や B 子の周辺人物の LINE をインスタの DM などはすでに警察に入手していると思いますが、 B 子の証言は重要性が大きいと言えます。この件は B 子を落とせると一気に解決するはずです。ここで B 子がいなくなればで、ちょっとこう闇ですよね。僕はなんか自死のことを考えてたのかなと思ったんですけど、じゃなくて消されるっていう意味で言ってたんだなと思って、消されるのが心配だってね。まあこれも何の根拠もない妄想みたいなものです、笑い。今後もライダさんの動画配信を楽しみにしています。頑張ってくださいと。これね、僕ね、とてもね、興味深いなって。そうなんですよね。いつ、この伊藤純也の話って、まあ、伊藤純也巻き込まれたっていうじゃないですか。ね、今日も、また、西脇さんの現代の記事、現代ビジネスも載ってましたけどね、徹底的にやってください。悔しいです。僕がレイプなんかするわけがない。普通の人間が。っていうふうに、声を震わせて言っていたと。この話ってのは X と A 子のトラブルっていうところが主軸になるじゃないですか。だからどうしても主人公は X と A 子で見がちなんですよね。でもそうなんです。この方がおっしゃる通り、実は重要証言しているのは B 子なんですよ。すべて鍵を持っているのは B 子なんですよ。週刊新潮の中でも A 子は記憶がないんですよ。で、B 子にいろいろ聞かされて分かったっていう話を言ってるんですよ。やられてる間も A 子は記憶がないと。中出しされたみたいなことを言われたのも B 子が弁護士に言って弁護士から聞かされたっていう、なんかよく分かんない論調なんですけど、とにかく B 子が話の、週刊新潮に載ってる話の筋をの、ほぼほぼその行為の内容は全て B 子が語ってるところなんです。そうですね。この方がおっしゃるように、事務所の社長との会話っていうのも B 子に聞いてるんですよ。まあ確かに A 子の声がものすごく強いんですが、実は筋は B 子が。ただその B 子は Y 氏のところの、一応所属タレント。Y 氏がその筋、絵を描いて B 子が話してる。そういう考え方もできるわけですよね。そう考えると確かに B 子の行動っていうのは全く見えてこないんで、身の危険っていうのが、まあ、唯一ね、証拠があるとしたら、B 子の PTSD の診断書、これが唯一なんですよね。加藤弁護士が言ってるようにね。それ以外も証言でしかないので、客観的証拠ってなると言われてるのは、まあ、弱いとはいえ、PTSD の B 子の診断書が鍵なんですよ。って考えると、やっぱり、その B 子が余計なことを喋ると、この話は確かに一気に解決してまずいんじゃないのかな、みたいなところはありますよね。この方のその、なんだろ、オフレコのところを聞きたいっていうね、LINEも来てたんで、もしよかったら OK してくれたら、この妄想って言うんですけども、ものすごく信憑性のある妄想なんで、なんか別な、まあこういうのも、まあいろんな推測をいただくんで、まあその推測、という意味で僕も含めて皆さんも放送するんですけど、例えばね、皆さんこんばんは、私は推測のシンプル派 VS 陰謀論派のような構図ができても健全に良いことと思います。どちらに軸足を置くかは人それぞれ、ただ可能性のあることは排除しないことだと思います。陸軍の参謀だった瀬島隆三さんは伊藤純少女の乗っ取りから、まあ、ここら辺はいいや、
まあ、いろいろこうスパイ浅間山荘で指揮を取った佐々木さんとかなんか、まあ、いろいろ書いてあり、伊東純也くんがもし今後の日本代表に選ばれなかったとしても彼の未来は明るいものとか思います。子供たちにサッカーを教えたり、いろんなところで講演をしたり、やらねばならないことはたくさんあります。純也くんファンの方はとても心配されていますが、長い目で見れば彼はいろんなところで活躍すると思いますよ。ライトさんに一言、やりもくなら東京で良いのではないですか、シンプルにそれではって書いてあるんですけど伊東純也がもし今後日本代表に選ばれなかったとしても彼の未来は明るいものだと思います。それはそうですよ、それはそうなんですよ。でもそれは果たして誰が望むんですかって話じゃないですか。その人の人生を長い目で考えればそれはそうかもしれないけど、いや僕は少なくとも困りますよ、伊東純也が日本代表にいなければ美味しい酒飲めないですもん。で伊東純也だって別に伊東純也がサッカーをやる目的っていうのは子供たちにサッカーを教えたりいろんなところで講演したりすることを目的として伊東純也はサッカーしてると僕は思えないですよね。やっぱりワールドカップで優勝するっていう今しかできないことをやるっていうことがものすごく大事ですよね。それができる期間っていうのもすごい短いんですよ。特にスポーツ選手のね、マックスでパフォーマンスを出せるっていうのはとても短いです、ね、いろんな努力で長くはしようとはしてるんだけど、全盛期っていうのはやっぱ短い。その全盛期の今のこの時期にこのような恣意的なことでね、チャンスを奪われるっていうのはあってはならないっていう話ですよ。長い目で見れば彼はいろんなところで活躍すると思いますと、それはそうでしょうと、伊東純也に限らずみんなそうですよ。でも別にそんなことを誰も心配してないんですよ。長い目で別に伊東純也のことを心配してるんじゃないんですよ。次のワールドカップを見据えてるんですよ、みんな。僕も含めて次のワールドカップで日本が、どこまで行けるかっていうところに伊東純也は絶対必要なパーツだと、伊東純也は絶対必要なメンバーだからこそこれを言ってるって話です。ちょっとまた後でやります。